で次 1.3 語を学ぶにはどこで学ぼうかという話をしていきます。語を学ぶ理由としては、まあ、今見てきたようなかあの分野で活用できるので、まあ、多くのプロダクトで採用されています。主に、まあ、サーバーサイドの言語として採用されているのと、あとは、まあ、語言語はですね、チーム開発に向いていると言われているので、非常にこう採用しやすい傾向があります。まあ、チーム開発に向いている理由としては静的片付け言語というものなので、まあ、レビューコストが低いということですね。コンパイルでほとんどのエラーを見つける、ほとんどって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、多くのエラーを見つけるので、チーム開発に向いています。あとはまあ文法がシンプルなので、このなんかワンライナーですごいコードを書いてきたりとか、こう難解なコードを書きにくいと、まあ、愚直に書くしかないという傾向があるので、誰が書いても誰でも読めるみたいな、そういった感じになってます。なので、まあ、割と、学習コストも低い傾向にあるので、他の言語 C とか Java とか C シャープとか PHP とか、まあ、他の言語を学んだ上で学ぶと、非常にコスト安く、学べるかなと思います。あとは、まあ、パフォーマンスが良いと、ゴールーチンとチュナリを使って並行処理を使うことによって、まあ、N プラス1みたいな、問題をこう並行処理をすることによって解決したりとか、あとはバイナリになることによって、まあ、インタープリター言語よりかは早いといった傾向にありますと。なので、まあ、スタートアップから大規模開発まで対応できるような、まあ、スケーラビリティが高い言語として、ありますので、多くのプロダクトで採用されています。で、公式チュートリアルがあってですね、まあ、そちらで学び始めるという方が多いと思うんですけど、まあ、後発上に参加されている方はですね、まあ、そちらで勉強できますけど、まあ、最初のスタートラインとしては、まあ、この Arts of Go という公式のチュートリアルがあります。あとは、Go.org という公式のホームページの他にですね、go.dev という公式のページもありますと。go.dev の方は、Go の学習教材や事例なんかが、紹介されているサイトで、まあ、基本英語ですけど、こちらは Go チームが運営しています。なので、まあ、ここに載っている情報は非常に信頼性が高いという感じですね。むしろこの企業の情報とかも載っているので、ここに紹介されると非常に、まあ、名誉な感じになりますと。あとは pkg.go.dev という、これ最近オープンソースで、ソースコードが公開されましたけど、パッケージの情報が集められるサイトになっていて、まあ、バージョンごとの API ドキュメントとかパッケージの依存関係などが、見れますと、まあ、あと検索もできるので、非常に、簡単に何だろうパッケージを探すことができます。あとは、書籍で、学ぶこともできますと。例えばプログラミング言語 Go とか、みんなの Go 言語、あとは Go ならわかるシステムプログラミングなんとか、あと Go による Go 言語による並行処理なんかがありますと。まあ、この4つはですね、結構、まあ、買って損ないかなと思います。それぞれいろんな視点から Go を、紹介してますので、まあ、プログラミング言語 Go っていうのはちょっと見づらいかもしれないですけど、カーニハンという方が強調者にいて、あとは柴田さんというメルペンに所属している方が訳しているという感じですね。まあ、カーニハンってプログラミング言語 C を書いた方の一人でもありますと。あとはみんなの語言語は、まあ、私とか、あとは、まあ、ディートさんとかマッツンさんとかソンムーさんとかマキさんとか、まあ、語を、現場で、開発使って開発してきた方が書いている、書籍になっていて、Go ならわかるシステムプログラミングは、渋川さんという方が、まあ、フューチャーにいます、方が、書いてる書籍になっていて、まあ、これも非常に、なんだろう低レイヤーの話とかも含まれていて勉強になります。あとは、Google の、山口さんが開発している翻訳している、Go 言語により英語、お役に立てそうにありません。はい、Google ホームが反応しますね。Go言語による並行処理も非常に有効な、面白い書籍かなと思います。勉強になります、それも。あとは、まあ、
公式ドキュメントを読んで学ぶっていうのは結構非常に重要かなと。結構 Go の公式ドキュメントはコンパクトにまとまっているものが多いので、ぜひ GoLang.org でいろいろ見てみるといいと思います。あと、特に言語仕様とか、これは最近なんか勉強会とかも、読書会みたいなものも開かれていると思いますけど、言語仕様かなりコンパクトなので簡単に読めますので、勉強しながら、パラパラ見たりとかするといいかもしれないです。あとは Go コードレビューコメントというものがありますと。これは、Go らしい書き方が学べるものになっていますと。あとは Effective Go とか、パッケージドキュメント。これは、標準パッケージのパッケージドキュメントのことを言っていますと。あと公式ブログですね。これも、いろんな最新情報が出ていますと。もう今年の2020年の6月のブログはかなりいっぱい、重要なことが載ってますので、ぜひ、目を通してもらえるといいかなと思います。で、重要なことなので赤字で下に書いてますけど、できる限りこう公式本家の、ドキュメントを参考にしてください。キータとかブログとかは非常に、分かりやすく書いているものもありますけど、古くなっていたりとか、間違った情報が載っている場合もありますので、一度は必ず、公式ドキュメントを読むといいと思います。また GoLang.jp というなんか公式っぽい、公式っぽい、サイトもありますけど、こちらは公式サイトではないですし、Go1.0 以前の情報が載っている可能性がありますので、参考にする際は非常に注意してください。できれば、公式サイトを、Google 翻訳とか DeepL で、翻訳するのをお勧めします。はい。またコミュニティで学ぶと、Go のコミュニティはですね、日本全国にいろいろありますので、Go ビギナーズ、Go ラム東京、Go カンファレンス、Go ハズスラックみたいなもので学んでいってもらえばいいかなと思います。とりあえずですね、直近はですね、Go ファーズスラックというスラックにジョインしていただくと、日本全国だけじゃなくてですね、世界中の Go ファー、要するに Go のユーザーですね、が集まってますので、最新情報とか面白い情報とか、または Go に全然関係ない情報なんかが共有されていて面白いので、ジョインしてもらえるといいかなと思います。質問もこちらの Go ファーズスラックにしていただいてもいいかなと思います。あとはウーマンフーGoと呼ばれる、女性とジェンダーマイノリティのための Go のコミュニティもありますと。月に1回ぐらい集まったり、今は集まってないですけど、ウェブ上で、オンライン上で、勉強会などを今やっています。黙々会とか入門講座とか、あとは、Go カンファレンスでは、初学者向けのハンズオンなんかもやってくれています。あとは学生向けのコミュニティもあって、ステューデント Go っていうのもあります。スラックで主にやり取りとかしていますけど、学生向けの情報とか、インターンシップの情報とかが流されます。これを見てる方はですね、日本全国いろんな方が見てるかなと思うので、この日本の Go のコミュニティの一部を、載せています。昨日も、仙台 Go があったかなと思います。ここにちょっと載ってないですけど、いろいろありますと。あとはですね、カンファレンスとかも、あります。今は、ちょっと延期になってしまってますけど、ゴーファーコンというものがあります。次回のゴーファーコンは、いつだったかな、11月かそのぐらいかな、そのぐらいに、延期になったと思いますけど、開催する予定なので、こちらは基本的に毎年、YouTube に、セッションの動画が上がりますので、YouTube で、見てもらうといいかなと思います。ちなみにスピーカーは渡航費やホテル代が無料になる、であと参加費も無料になりますので、ぜひ、ここで勉強していただいて、Go ファーコンに参加して、で登壇してもらうというのがいいかもしれないです。ちなみに、そんな無茶なこと言ってるでしょうと思ってるかもしれないですけど、実際、Go ファー道場に参加された方で LT で、登壇された方っていうのもいますので、ぜひ、参加し、ぜひ目標にしてもらえるといいかなと思います。はい。コミュニティに参加するなんかハードルを高く感じると、あんまり気にしなくてもいいかなと思いますね。自分が参加してお得かなと思ったら参加するという感じで、
なんかしなきゃいけないみたいなものはほとんどないので、参加したい時に参加するみたいな形で参加するといいかなと思います。